皆さんこんにちは、料理開拓人の堀田雄介です。新しいお店ができるんですけども、今日はですね、麹前のお店にね一泊してモニターの皆さんの意見を聞いてみようという回でございます。バッチリ泊まる用意をしてきております。いろいろね意見を聞いてお店作りに反映していきたいと思いますので、そろそろね皆さんが到着するみたいなんでお出迎えしたいと思います。ようこそ。どうぞ。ポーさん、オープン前モニターツアーようこそ。客席にするんですか、2階。2階はとりあえず最初は使わへん。自分らで DIY しようね、2階に。物件のチェック。使ってるじゃん。日本酒で乾杯したいと思いますので。モニターツアーへようこそ。乾杯。乾杯。美味しい。美味しい。うん。美味しい。これもね、販売しますんで、主販免許取って。お酒が小売りできるように販売の小屋みたいなのを作る予定なんで、みんなのギアチェックしようかなと。就寝ギアチェックします。長土くんはハンモックです。どこのブランドですか？ハンモックはいいので、寝袋はエンライトイクイプメントです。僕とこのミノムシ型どちらもムーンライトギア大阪で購入できます。これはいいですね。エンライトですか？エンライトです。ダウン、これはアペックス河川です。河川ですね。マットは何ですか？マットはヤマト道のミニマリストパッド。めちゃくちゃ薄いですけど、めちゃくちゃ軽いです。いいですね。ではこれで出ます。こちらは何でしょうか？意識は OMM のマウンテンレンダー。これ結構薄くない？でもこれ一応2種類あるあったかい方の方です。これ河川？これ河川です。これプリマロフトゴールドエアロゲル。いいですね。マットは僕は山と道の UL パッドプラス、一番の厚みが厚いやつですね。これ俺も持ってる。自分で切ってちょっと、なるほど、カスタムして。でグランドシートと、グランドシートはコクーンの 150g、エンライトの5度対応のダウンキルトですね。これを掛け布団で寝る感じですね。これもエンライト？これもエンライトです。マットはエヴァニューと OMM のデュオミッドとビーマットですね。なるほど、2枚重ねで。僕たちは枠のコットにサーマレストで、ナンガのオロライト、僕のは450、こっちはもう一個上のやつかな、500かな、これっていう装備で今日は一泊します。それではおやすみなさい。おはようございます。会の準備中です、うん、卵溶きバージョンですね今日は。中津って朝需要あるんかな、どう思います？でも朝空いてる店ってないよね、中津は。そうですね、北の北長屋の向かいにある味噌汁屋さんって、うん、あ、朝ごはんやってるんだし。あ、そうなんだ。何回かそこ結構人気っすよ。やっぱランチかな。そうですね、
夕方に閉まる店も多いな。そうですね。駅前はもう夕方からの店も多いですけど、大体トンボだらけでいないパターンを使うちの人ですけど、年配の層が昼とかかなっていう考えですよね。それ暑そうやな。食べんの？もう入れんのも。入れんのも暑いから。一旦行ってみようか。暑い。絶対暑いでしょ。絶対やばい。これに。ああ、それに乗せる。ちょっとこう豪華な感じの盛り付けでいっぱいちっちゃい小皿があるとか、そういう感じにここもしようかなと思ってる。なんか今は屋台スタイルで丼でって感じやけど、それよりも午前みたいな感じ、そっちの方が多分受けてるんやんか。ボリューム感が。いただきます。ありがとう。今日の出来はどうですか？うん、鍋で食べてます。みんな今日食いみたいな。はい、ということで本日はオープン前のお店に泊まってモニターツアーしてみたという動画でした。ホータンの新しいインスタもありますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。でチャンネル登録と高評価もお待ちしておりますので、また次の動画でお会いいたしましょう。それではさようなら。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。